ヒラノ仕様が反発したのは事務所だけじゃなかった。もう一つを意味深恨みぶし。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日にヒラノ仕様26、キシユタ27、ジングージユタ25の3人が脱退したキングプリンス以下キンプリ、長瀬角24。 と高橋海人24の二人体制となったキンプリだが、翌23日に CD デビュー5周年を記念したライブ配信を行った。彼ら5人の今後をファンたちは温かい目で見つめている。平野の最後のブログ、もう一つの意味深な一文、脱退日の午後11時頃、平野がジャニーズ Web で最後のブログを公開。日付が変わる1時間ほどでブログは消されてしまったが、 その内容にファンたちからは反発の声が上がり、物議をかすこととなった。平野さんの最後のブログには、できないと言われたら仕方ない。という一文があり、ファンの間では、金プリの海外進出に事務所側が NG を出したのではと憶測が飛び交いました。しかし、トースポウェブの報道によると、事務所側からそんなことを発した事実はないと否定。平野さんの志したものは一体何だったのか ファンたちは心配と悔しさを抱えることになったようです。芸能プロダクション関係者。ファンたちにとって、平野のブログはお気見上げになるどころか、心配の種となったようだ。さらに、このブログでの気になる点は、そこだけではない糸前述の芸能プロダクション関係者は話す。平野さんが最後に綴ったブログには、他人は他人うちはうち、周りをたくさん巻き込んでても、みんなは自分を一番に考えてください。 とあります。よく子供を悟す際に、よそはよそ、うちはうちなんて言葉を使いますが、この言葉を平野さんが選んだのには、とある人物のツイートが起因しているのでは、と囁かれています。最後の最後までティアラを思っていた、その、とある人物というのが、ジャニー北川氏の性加害報道で矢表に立っているカウアン・オカモト氏、26、だ。カウアン氏は昨年、 ガーシーこと、あずまやよしかず容疑者の YouTube にゲストとして登場。その中で、ジャニー北川氏から性加害を受けた過去があると告発しているが、平野の名前を挙げたことでも知られる。平野ら3人が金プリから脱退する報道がされた後にも、また俺と組む。懐かしく4人で行こうぜとツイートし、平野たちの反応を伺ってるかのようだった。そんな岡本氏だが、5月16日、 国会に招集され、ヒアリングを受けた際に、こんなツイートをしている。僕が未成年の時に受けた性被害と、今後子供たちの被害を防ぐことができる仕組みを作ってほしいとお伝えしました。僕は、立憲民主党を支持しているわけではありません。でも、今後子供たちが僕のような性被害に合わないようにするための法律を、ぜひ国会で作っていただきたいと思っています。カワン・オカト氏のツイッターより、カワンさんの、子供というワードを受けて、 平野さんが子供を悟すように、他人は他人、うちはうちという文言を最後のブログに入れたのかは定かではありません。ただ、カウアンさんが平野さんの名前を何度も出したことで、ティアラたち、キング、プリンスのファンの通称を不安にさせてしまったと、平野さんは心を痛めていたでしょうね。全出、芸能プロダクション関係者。この一文はティアラたちの複雑な気持ちを汲み取った。 平野の気遣いだったのかもしれない。キンプリとして最後の日に勇敢な姿を見せた平野。ブログでは、ティアラたちに向けてこう綴られている。無理はしなくていいよ。その日できる100%でやれば。ティアラたちが待ち望んでいるのは、無理をしない平野の100%のパフォーマンスかもしれない。取材文、志村由い。平野志陽さんプロフィール。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。